アストロービター、オービトロン、スタージェット、あるいはジェットパックはディズニーパークにあるアトラクション。アストロービターはロケット型のライドによる旋回型アトラクション。デザインや名称は異なるものの、6つのディズニーランドタイプのパーク全てに存在するアトラクションである。このアトラクションは1956年にアストロジェットの名称でディズニーランドに初めて登場した。 その後、基本構造は維持しつつ、外観や名称の異なったバージョンが生み出されて、世界のパークに新設され、また、古いものは新しいデザインを取り入れて改修するなどして、現在に至っている。1956年にアストロジェットの名称で、ディズニーランドに初めて登場した。当初は、近未来デザインで、その後、名称が、 トゥモローランドジェット、ロケットジェットと変更されても1998年までデザインを変更することなく存在した。なお、変更前の外観は現在の東京ディズニーランドのスタージェットと同様であった。1998年の改装の際にパリで採用されていたレトルフューチャーデザインをそのまま取り入れ、名称はフロリダ版と同じアストロオービターとした。 2010年まではパリバンと全く同じであったが2010年の改修で金色であった箇所が一部銀や青色に塗り替えられたフロリダでもアナハイムと同様当初は近未来デザインのスタージェットと同様の外観のバージョンでスタートしたが1994年にトゥモローランドが新トゥモローランドプロジェクトによってデザインが一新された際にレトルフューチャーデザインに変更され 名称もアストロオービターとされた。なお、外観はパリワンのものとは別物。スタージェットは空中旋回型のアトラクション。ライドがジェット機の形をしている。ライド内の操縦管型レバーを操作することで高さを自由自在に変えることができ、高くなるにつれてライドが内側に傾く。また、時計回り方向に回転し、速度は 約時速3 0トル、最高高度は約1 4ル。このように同じ旋回型アトラクションである空飛ぶダンボと比較してスリル感が高くなるように設計されていた。ジェット機型のデザインはディズニーランドやマジックキングダムのものを踏襲して作られたが、それらがすべてレトロフューチャーデザインのアストロオービターやオービトロンになったため近未来デザインを維持しているのはこの 東京のスタージェットのみだった。日本航空がスポンサーについていたため、ライドはその当時の JAL の機体塗装と同じデザインで、ロゴも貼られていたり、垂直尾翼の部分も当然鶴丸のマークになっている。2008年5月末まで日本航空の B777 型旅客機に同名の愛称がついていた。2017年10月10日に、 トゥモローランド再開発の影響により34年半に渡る運営を終えたことに伴い、日本航空のスポンサー提供施設は、翌10月11日より、ミッキーのフィルハーマジックに変更された。オービトロンは、空中旋回型のアトラクション。東京ディズニーランドのスタージェットに相当するが、レトロフューチャーデザインを採用しているため外観は、大きく異なる。ディズニーランドパリが、 グランドオープンした際、トゥモローランドは、レトロフューチャーデザインを採用した。名称も先行する、ディズニーパークと区別化を図り、ディスカバリーランドとされた。これに伴い、このロケットジェット型アトラクションのデザインも一新され、ガリレオの描いた、宇宙儀のようなレトロフューチャーデザインとなり、名称も、オービトロンとなった。香港は、テーマランドの名称としては、ディスカバリーランドではなく、 トゥモローランドを採用したものの、このアトラクションのデザインは、レトロフューチャーデザインである。なお、パリバンとは、外観が異なり、乗り物もロケットではなく4人乗りの UFO である。ゲストが乗るライドは、ロケット型ではなく映画、トゥモローランドの冒頭で登場する、ジェットパックを模したものであり、足が固定されていないという特殊なものとなっている。登場前のアナウンスでは、映画同様、 幼少期のフランクとアテナが登場する。フランクは中国語で、アテナは英語で、それぞれ出演している。ありがとうございます。